おはよう。新庄くんだよ。今回は、スト5のアップデ情報を紹介するよ。先日、8月16日にスト5のアップデートがあったんだけど、新キャラの追加やキャラのバランス調整もあったよ。それで、アップデの内容を大まかに紹介すると、大体こんな感じだったよ。新キャラオロとアキラ追加。トーナメントモードの追加。一部キャラクターのバランス調整。V シフトのコマンド変更。桜の顔が変わる。それで今回は、新庄くんが8月16日のアップデ内容を紹介していくよ。それじゃあ早速やってくよ。まず、新キャラが2体追加されたよ。新キャラはオロとアキラで、キャラクター選択画面には、シーズン5の5人目の新キャラ、ルークの枠もあるよ。次に、アップデートで、トーナメントモードが追加されたよ。場所は、CFN のトーナメントモードから行けるんだけど、トーナメント形式は、公式大会でよく使われる、ダブルエリミネーションにできたり、1対1の個人戦や、最大3対3のチーム戦にも、対応してるよ。これすごいよ。誰でも簡単に大会が主催できて、プレイヤーちゃん主催の大会がはかどりそうだよね、ね。次に、キャラクターのバランス調整があったよ。大体のキャラクターは、不具合の修正とかだったんだけど、ローズだけはいくつか調整が入って、ちょっとだけ強化されたよ。それで、ローズの変更点なんだけど、タチ中パンチのヒット時と、ガード時の有利フレームが1フレーム伸びたよ。ヒット時は、プラス6フレームから、プラス7フレーム有利になったから、タチ中パンチから、中足が繋がるようになったよ。ローズはタチ中パンからしゃがみ、中パンでコンボすることが多いんだけど、しゃがみ、中パンのリーチが短いから、距離によっては繋がらないことがあって、ローズ使いちゃんたちは、結構やきもきしてたと思うよ。けど、今回の調整で、タチ中パンから中足が繋がるから、コンボしやすくなったよ。これは嬉しい調整だよ。あと、ソウルバインドが対空で使いやすくなったり。V、スキルが通常技やターゲットコンボからキャンセルできるようになったりして、ローズは全体的に微強化されて、かゆいところに手が届くようになった感じかな？ローズ使いちゃんがこの動画を見てたら、アップデ後の使用感とかコメント欄で教えてほしいよ。次に V シフトのコマンドが変わったよ。以前はレバーニュートラルでしか V シフトが出せなかったんだけど、今回のアップデからレバー後ろやレバー前に入れながらでも出せるようになったよ。でも、しゃがみ、ガードしてる時は V シフトが出せないよ。この調整で歩きながら V シフトしたり、立ちガードしながら V シフトが出せるようになったから、タメキャラは前より V シフトが使いやすくなったと思うよ。最後に、アップデ後、なぜか、キャラクター選択画面の、桜の顔が変わったよ。前はこんな画角だったんだけど、アップデ後はこんな画角に変わったよ。新庄くん、全キャラ確認してみたんだけど、なぜか桜だけ変わってたよ。なんで？今回は、スト5のアップデ情報を簡単に、紹介してみたよ。新庄くん的には V、シフトのコマンドが変わったのが、意外だったよ。竜は、新眼が V シフトの代わりになる場面が多いから、他のキャラに比べたら対策で使うことは少なそうなんだけど、この調整で前よりは使う場面が出てくるかもしれないよ。今回追加されたオロとアキラについては、別で深掘り動画をアップするので見てください。みんなはスト5のアップデ、どうだったかな？よかったらコメント欄で教えてください。今回の動画はここまでだよ。新庄くんの YouTube チャンネルでは、スト5の動画をいろいろアップしてるから、よかったら、チャンネル登録してね。ね。それじゃあ新庄くんでした。